はい、これより会議を開きます。まず日程第一、刑法の一部を改正する法律案。日程第二、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案。右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長石田雅俊君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず刑法等の一部を改正する法律案は、近年犯罪者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑法を改正して前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者等に対する刑の一部の執行猶予制度を導入するとともに、更生保護法を改正して保護観察の特別遵守事項の類型にいわゆる社会貢献活動を行うことを加えるなどの整備を行うものであります。次に薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案は、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、これらの者については刑法上の刑の一部の執行猶予の対象とならないものであっても刑の一部の執行猶予を言い渡すことができることとするとともに、その執行の期間中は保護観察に付さなければならないとするものであります。両案は参議院選議にかかるもので、去る6月6日本委員会に付託され、7日谷垣法務大臣から提案理由の説明を聴取し質疑に入り、11日質疑を終結し、採決の結果いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。なお両案に対し付帯決議が付されたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。それでは両案を一括して採決をいたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するにご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。したがって両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。次に日程第3、電気事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本法律案は、東日本大震災の影響による電力需給の逼迫状況を踏まえ、電力システム改革の三本柱の一つである広域系統運用の拡大等を実現することによって、電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、2020年までに実施すべき電力システム改革の全体像を法律上明らかにするものであります。その主な内容は、電力需給逼迫時に電気事業者に対して電力融通を指示すること等を業務とする広域的運営推進機関を創設すること、並びに今後における電気の小売業の参入の全面自由化、電気料金の全面自由化、および送配電等業務の中立性確保措置による3段階の電力システム改革の内容、それらの実施時期および改革を進める上での留意事項等を規定すること等であります。本案は去る5月28日本会議において趣旨の説明および質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、29日に茂木経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、31日に質疑に入りました。6月4日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、昨日質疑を終了いたしました。質疑終局後、自由民主党、民主党無所属クラブ及び公明党の3会派共同提案により、今後の電力システム改革に関して、その目的を明記すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。ついで、討論採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。なお、本案に対し、付帯決議が付されました。以上、ご報告申し上げます。日程第3につき討論の通告があります。順次これを許します。伊坂信彦君。みんなの党の伊坂信彦です。みんなの党は福島原発事故の直後から一貫して発送電分離をはじめとする電力システム改革を一日も早く始めるべきだと訴えてまいりました。私も理事会の中で火曜も水曜も金曜もフルに使ってとにかく一日も早く法案を参院に送るべきだと主張してまいりました。本法案が今国会で衆参の審議を終える見通しが立ったということについては立法府として責任を果たしたということで与野党の諸先輩方のご尽力に感謝を申し上げる次第です。その上で本法案の内容については大きく以下3点追加すべきと考えるため参議院で党として対案となる電力自由化推進法案を提出し本法案には反対をいたします。1点目は所有権分離についてであります。委員会で大臣及び参考人と議論をさせていただきましたが発送電分離の理想形はあくまで所有権分離であります。憲法上の財産権を侵す可能性があるのは法的分離も試さないうちから強制的に民間企業を所有権分離するケースに限られます。前段階として法的分離を行った後に所有権分離を行うケース、強制ではなくインセンティブによって所有権分離を促すケース、そして事実上の国有になっているケースにおいては所有権分離について法律に書くことは何ら問題ないと考えます。本法案には法的分離を実施困難とする新たな課題が生じた場合には機能分離を検討するとありますが具体的にまだ想定すらされていないケースに備えて機能分離への逃げ道を書き込むぐらいなら所有権分離について法律にきちんと書き込むべきであります。2点目は競争促進政策についてです。委員会を通じて電力システム改革を待たずに実行できる競争促進策や自由化本来の目的である大手電力会社同士の競争促進政策について質疑をさせていただきました。競争なき自由化を防ぐための積極的な政策が必要です。まずは市場価格で生産する計画値方式、また発電コストの報告義務化、メガワット入札、そして環境アセスの迅速化など矢継ぎ早に実施をするべきと考えます。また本法案では競争が進まずに電気使用者の利益を阻害する恐れがあるときは実施時期を見直すと先送り規定が書き込まれております。我が党はむしろ卸電力市場の活性化なども含め期限を法律に明記して競争促進の具体策を実行すべきと考えます。
3点目は原子力政策についてです。政府は今後のエネルギー政策をゼロベースで見直すといったまま、将来ビジョンがゼロの状態で電力システム改革を始めようとしています。自然エネルギーの割合を増やし、将来の脱原発につなげるという大きな方針を示した上で、そのための電力システム改革を行うべきです。以上3点、本法案の修正では追いつかない根本的な相違点があるため、参議院で対案として電力自由化推進法案を提出し、本法案には反対をいたします。以上です。ありがとうございました。次に後藤仁志君。民主党の後藤仁志でございます。2年ぶりの本会議、関係者皆さん方のご配慮に心から御礼申し上げておりております。私は民主党無双クラブを代表し、ただいま議題となりました電気事業法の一部を改正する法律案および同修正案に対し、賛成の立場から討論を行います。東日本大震災、福島第一原子力発電所事故を目の当たりにした私たちは、党派立場を問わず原子力に極力依存しない新たなエネルギー体制を構築するための議論を進め、国民の皆さん方が望んでおられる電力の安定の供給の確保、そして可能な限り安価な電力料金の維持を実現する必要性に迫られております。政府提出の法案は民主党政権下での政策を一定程度引き継いだものであり、2年前のいわゆる再生エネルギー促進法の与野党修正合意を受けた附則第10条において示された電力システム改革の方向性を初めて法案化し具体化をしたものです。しかし確保にはいささか懸念もございます。この法案は地域独占供給体制の見直しをはじめ、これまで続いてきた電力事業を50年ぶりに抜本的に改革する大改正であります。その目的について、政府で4月に閣議決定された電力システムに関する改革方針は、安定供給の確保、電力料金の最大限抑制などは掲げておりますが、法案では国、電力会社は何をなすべきかということばかり並んでおり、何のための改正をするのかが不明確でありました。民主党が提出をした修正案では、附則第11条において抜本的な改革に関わる措置として、電気の安定供給の確保、電気の小売に関わる料金の最大限の抑制並びに電気の使用の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するとの本来の電力システム改革の目的を明確にいたしました。政府与党が我々の声を真摯に受けていただいたことは、国民の立場に立った電力システム改革の第一歩として大きな前進を果たしたものと評価をいたします。次に原子力発電所の廃炉に関わる費用の負担についてであります。現在大井原発の2基を除き、国内の原子力発電所が停止をしております。福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力政策の抜本的な見直しを進める中で、原子力発電所の一部について廃炉を決断することは遠い将来の話ではありません。さまざまな試算の中で、廃炉にあたっては1基あたり約1000億近い負担が発生するとも言われていますが、国、電力事業者や消費者がその負担を最終的にどのように分かち合うか不透明であります。こうした廃炉コストの電気事業者への負担懸念が高まる中で、民主党の修正案の中で電力システムの抜本改革にあたっては、エネルギー政策の変更等によって事業者の競争条件が著しく悪化することが
明らかな場合を含め、未然に必要な措置を講ずる旨の規定が盛り込まれました。この意義は非常に大きいと思います。また、今後の課題として政府に求めたいことは、原子力電力産業で昼夜を問わず24時間体制で国民への安定した電力供給に尽力されている関係者の雇用をきちっと確保すること、さらには原子力政策の抜本的見直しが行われる中で、原子力発電所の廃炉に関わる電力会社の負担軽減策など、競争環境が変化する原子力発電のあり方、原子力損害賠償のあり方の見直しや、我が国における核燃料サイクル政策の位置づけを早期に検討し、適切な措置を講ずることです。電力システム改革は今後の日本経済成長の肝であり、私たちはその改革が今後の日本経済、そして家計に大きな貢献を果たす可能性があるということで賛成をいたします。最後に、我々は国会最終盤にあたるこの国会で成長戦略の議論を含め、与党で約束合意した予算委員会の集中審議の解散を再三再四要求してまいりました。しかしながら政府与党は未だその約束を実現するに至っておりません。安倍総理はつい先週行われた TICAT 終了後の共同記者会見で、日本は約束を守る国です。言ったことは必ず実行します。と発言されました。約束は守る。言ったことは必ず実行する。賢明なる安倍総理が強いリーダーシップを発揮され、約束を合意した予算委員会がこれまでもない、これまでにない次元の違うスピード感を持って速やかに開催されることを切望して私の賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございます。次に塩川哲也君。私は日本共産党を代表して電気事業法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。本法案は電力自由化などの電力システム改革を進めるというものですが、改革すべきは我が国の戦後60年にわたる旧電力の地域独占、民営の発送配電一貫体制という電力独占によるガリバー支配です。主要国では特異なこのシステムを根本的に変革し、再生可能エネルギー電源をはじめ技術進歩を生かし、国民が選択できる21世紀型の持続可能なエネルギーシステムに転換することです。しかし本法案はこうした改革方向を実現するものではありません。以下3つの理由で反対するものであります。第一に、東日本大震災と東電福島第一原発事故を契機とすると言いながら、その教訓を汲み取っていません。国の責任を曖昧にしたまま、東電を絶対潰さないとして国費で支え、全国の原発の再稼働と電気代値上げで原資を賄う原子力損害賠償支援機構のスキームを温存したままであります。我が国最大の電力会社で実質破綻している東京電力、並びに原発の在り方をどうするのか、この二つの大問題こそ電力システム改革の出発点です。事故から2年以上経っても原発事故は収束していません。15万人を超える避難者や事故被害者の生活と権利は回復していません。賠償は進んでおりません。これらの方々の存在を忘れた電力システム原発政策はその立脚点を危うくするものと言わざるを得ません。第二に、小売料金等の
全面自由化などのプログラムを規定する附則第11条は、小泉構造改革や規制緩和政策の失敗、アメリカにおけるエンロン破綻事件や大停電など市場原理主義、規制緩和による安定供給などの危険性を拭えないものです。欧米での電力自由化の経験を見ても、全面自由化は少数派です。電気料金の総括原価主義、ブラックボックスの開示や最終保障サービス等の制度設計について参考人質疑でも危惧が示されました。全面自由化ありきの法案は問題があります。第3に、発送電分離を掲げながら、法的分離の名で持ち株会社グループ一体経営によるガリバー支配の実質を維持しかねないものです。電事連の望む規制なき独占にならない保証がないのであります。そもそも本法案は骨太方針や成長戦略の柱の一つとされております。そこでは原発の再稼働は政府一丸となって地元対策を行い、原発輸出は官民一体政府全体として支援するとしております。これは電力独占と原子炉プラントメーカーを中心とするいわゆる日米原発利益共同体によるインフラシステム輸出のための市場確保を最優先とするものです。しかし福島県民の願いは県内全原発の廃炉であります。国民の願いは脱原発の方向であります。これらの願いに逆行する原発政策と一体の電力システム改革は、結局再び電力の虜に陥らざるを得ないものとなるでしょう。本来あるべき電力改革は、原発事故の教訓を踏まえ、原発ゼロに向け東電と送電網を公的管理下に置き、明確な発送電分離によって電力独占への民主的規制と国民的監視による電力民主化を進めるものでなければなりません。以上、反対討論を終わります。次に今井雅人君。私は日本維新の会を代表いたしまして、電気事業法の一部を改正する法律案に賛成の立場で、討論を行います。はじめに、電力の自由化も成長戦略の一つでありますので、昨日提示されました政府の成長戦略について一言だけ申し上げます。金融市場の反応は非常に冷ややかで、本日の東京市場でも株価は急落し、急激に円高が進んでおります。先日安倍総理が講演で成長戦略の概要を披露した際も、日経平均は急落いたしました。成長戦略を発表するたびに株価が下落しているという皮肉な結果になっております。目標ばかりが踊り、中身が中途半端になっていることに市場が失望しているんです。私は長く金融機関でチーフディーラーをしておりましたが、もし今私が現役だったら、やはりこの中身では売りたいと思います。安倍総理、与野党の約束をまさか保護にして委員会の場に立とうとしない、そんな逃げの姿勢ではなく、堂々ともっと本気になって改革を進めていただきたい。静粛にしてください。まずお願いを申し上げます。静粛にしてください。今回の法案は電力システム改革の第一歩となるものであります。本法案は広域的運営推進機関の設立が主たる内容でありますが、不足において電力システム改革のスケジュールを示す、いわゆるプログラム法案となっておりますので、この点も踏まえまして意見を述べたいと思います。一連の電力システム改革案において留意すべき点は大まかに言って2点と考えております。まず1点目はスピード感であります。茂木経済産業大臣の持論であります、改革は大胆に、スケジュールは現実的にという考え方自体は理解いたしますが、だからといって慎重にするがあまり時間がかかりすぎてしまうようなことがあってはなりません。現状での問題点、あるいは課題を早急に解決し、
1日でも早くスケジュールを前倒しで実行していく必要があります。経済産業委員会の質疑においてもこうした点について質問をいたしましたが、現在計画されているスケジュールには期間の幅があり、その幅の中でスケジュールを早めることもあり得るとの答弁をいただきました。今後、経済産業委員会の質疑において計画のスピードアップを図れるよう具体的な提案を行ってまいります。2点目は競争政策による新規参入者の誘導であります。電力の自由化は市場での競争を促すために新規参入者をいかに誘導し、そして巨大な一般電気事業者との対等な競争をどう担保できるかが成功の鍵であります。具体的にはまず卸売電力取引所の活性化であります。この点に関しましては本年3月に施行され、今夏頃までに本格化が予定されております一般電気事業者の卸売電力取引所への供給に関する自主的取り組みの状況を見ながら、必要であればさらなる活性化政策を取るとの政府の見解を確認させていただきました。また委員会での参考質疑の際に参考人からの意見にもあったとおり、スマートメーター等の普及による、電力のデマンドリスポンス体制を電力システム改革のスケジュールと合わせながら実現することが極めて重要になってくると考えておりますが、この点につきましても委員会の質疑の中でその重要性を政府と確認をさせていただきました。我が党からも委員会の中でスマートメーターのソースコードの共通化などの具体的な政策を提案させていただきましたが、今後迅速な普及に向けさらなる具体策を議論してまいりたいと考えております。改革の第三段階に予定されております発送電分離においては、送配電部門の中立性を担保することが極めて重要であります。政府は本改革案の中で法的分離という手法を採用するとしておりますが、その際役員の兼任を禁止する等の措置による中立策を講じるとの政府からの答弁がありました。さらに中立性を担保するために持ち株会社の監視を強化する措置を講じる必要性も質疑の中で共有されました。具体策については今後さらなる議論をしてまいります。またその先には所有権分離を含めたさらなる改革の検討の余地はあるとの答弁を茂木経済産業大臣からいただきました。加えて本法案により設立されます広域運営推進機関に関しては人事等での中立性の確保も務め、国のチェックもより厳しくするとの見解が示されました。この点についても中立性を担保できているかを今後随時確認をさせていただきます。また日本経済の安定のため電力のベストミックスを一刻も早く確立する必要があります。参考人からのベストミックスを決めないにかかわらず電力の自由化の推進は必要であるとの意見は尊重いたしたいと思いますが、日本のエネルギー政策が定まらなければ企業家計にも不安が広がりかねません。また核燃料サイクル最終処分の問題もそろそろ決着をつける時期に来ております。年内にエネルギー基本計画が策定されると伺っておりますが、今後の質疑の中でこの点は電力自由化の議論と並行して問いただしてまいりたいと思います。以上述べましたように現状では電力システム改革全体としては不明瞭な点もいくつか残っているものの、これらの点に関しては今後さらなる審議を進め明らかにしていくと同時に、政府に対し改革が後退していかないようしっかり政府の姿勢を正す役割を果たしてまいります。その我が党の姿勢を表明した上で実現性に疑問を感じさせるような対案を示していたずらに反対するようなことは避け、責任野党として本改革をまず一歩でも進める必要があるという観点から本法案に賛成する次第であります。以上です。以上をもって討論は終局をいたしました。採決をいたします。法案の委員長の報告は修正であります。法案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって法案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。次に日程第4、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案。
日程第5、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生労働委員長、松本純君。ただいま議題となりました両案について厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は障害者の権利に関する条約の批准に備えるため障害者である労働者が障害により差別されることなくかつその有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備する見地から障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに障害者の雇用に関する状況に鑑み精神障害者を含む障害者雇用率を設定する等障害者の雇用施策の充実強化を図ろうとするものであります。次に精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は精神障害者の地域における生活への移行を促進する精神障害者に対する医療を推進するため保護者の制度の廃止と合わせて医療保護入院の手続き及び医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の整備を行うとともに厚生労働大臣による精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針の制度を設ける等の措置を講じようとするものでこれに参議院において施行後3年を目途として検討を加えるべき事項を追加する修正が行われたものであります。両案は参議院選議にかかるもので去る6月5日本委員会に付託され同日田村厚生労働大臣から提案理由の説明をまた精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について竹内参議院厚生労働委員長から参議院における修正部分の趣旨説明をそれぞれ聴取しました。7日から質疑に入り、11日には参考人の意見を聴取し、昨12日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、まず障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。次いで精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案について採決の結果、賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。なお本案に対して付帯決議をすることに決しました。以上、ご報告申し上げます。それでは、採決を行います。まず、日程第4につき採決をいたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するにご異議はありませんか。全会一致異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。次に日程第5につき採決をいたします。本案の委員長の報告は可決であります。
本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。本日はこれにて散会をいたします。